平成24年度高卒認定試験第2回現代社会、大問4を見ていきます。大問4も今までの大問2、3と同じように問いが6つあるので、まず前半のこの動画では問い3までを解説していくことにしましょう。早速問い1です。下線部分、ベトナムに関連して、次の文章はリコさんがまとめたレポートの一部である。 レポート中の A、B に当てはまる語句の組み合わせとして適切なものを下の1から4のうちから1つ選べと。まず A については冷戦を背景にした戦争、冷戦終結後の戦争、どちらかになってるんやね。B については OPEC か NEWS のどちらかです。読んでいきましょう。 第二次世界大戦後のアメリカが行った戦争を整理すると朝鮮戦争のような冷戦を背景にした戦争とイラク戦争やアフガニスタンへの派兵など冷戦終結後の戦争に分類できます。 ベトナム戦争はこの資料の中にもあったんやけど1960年代に起こった戦争ね60年から始まってそして資料の中にあったとおり65年にはベトナムとアメリカは国交を断絶することになりましたなので冷戦が終わったのは1991年ソ連が解体した時です1991年より前に起こっている戦争にベトナム戦争はなるので冷戦を背景にした戦争やね ベトナムの中で資本主義陣営アメリカを中心とする資本主義陣営と社会主義陣営ソ連を中心とする陣営とが争いましたそれがベトナム戦争ですそれでは次に B には何が入るかというと一方経済面では東洋の奇跡と呼ばれた日本に続き急速に経済発展をした韓国や香港シンガポールなどが何とかと呼ばれましたとえっとこれはどっちらか分かるかな OPEC か n ーズ s か これはニーズだよ特に韓国、香港、シンガポールっていうのはアジアの地域に入るのでアジアニーズと呼ばれます。なのでオペックではないので答えは2番、ト位置の答えは2番になります。ちなみに他のところも説明をしておくとオペックっていうのは石油輸出国機構で主に中東の産油国、石油を持っている国々が中心になります。これは 石油輸出国機構やね自分たちの石油の資源を周りの国々に影響されることなく自分たちで連携して守っていこうとそういう国々の集まりですそれ以外にもここに出てきているところとしては BRICS これは覚えておいてくださいこれはえっとブラジルなどの国々の経済が急速に発展しているとこやね B がブラジルブラジルで そして R はロシア、ロシアです。そして I はブリックスの I はインディアなのでインドです。で、最後 C はこれはえっと中国やね、チャイナです。この4カ国のことをブリックスと言います。ま最近ではこの S をちょっと大きくしてサウスアフリカ、南アメリカとかも入れたりするんやけど この OPEC とブリックスこれは押さえておいてほしいなと思いますそれでは続いて問い2です河川部分ソ連に関連して日本とソ連およびロシアの関係について述べた文章として適切なものを次の1から4のうちから1つ選べとこれはもう順番に読んでいくしかありませんチェックしていきましょう一番エトロフ島国後島シコタン島およびマイ諸島の北方四島について ソ連は第二次世界大戦中のヤルタ協定より日本の領土ではなくなったとしていたしかしソ連から北方四島の実効支配を引き継いだロシアとの間に日露平和条約が結ばれたためシュコタン島およびマイ諸島の2島が返還されたとこの文書大きく2つ間違っているところがありますまず日本とロシアの間に平和条約は いまだに結ばれていませんこの北方領土の問題が解決していないからねそしてこの条約はもちろん結ばれていないのでこの2つの二党っていうのも返還をされていませんなので1番はツやね2番を見てみますエトロフ島シリ島シコタン島およびハボマ舞諸島の北方4島はソ連からロシアに引き継がれる形でロシアの実効支配が続いているこれは合っています日本は領有権を主張していたが 日ソ共同制限はこの問題には触れていなかったこれもそうですしかしソ連解体後に誕生したロシアとの間に結ばれた日露平和条約により北方四島の返還が決まったここおかしいね最後がおかしいです日露平和条約は結ばれていないし北方四島はいまだに返還をされていませんなので2番も罰です三番 ちょっとパッと読んでみうか北方四島について日本とソ連は日ソ共同宣言によって北方四島が日本の領土であることを相互に確認していたこれは確認してできていません上の文があっているんやねここに関しては日ソ共同宣言は北方領土の問題について触れることはできませんでしたまあ日本はもちろん自分たちの領土やということを主張していたんやけどねなので日本の領土であることを相互に確認していたというのは間違いです そしてさらに、しかしソ連解体後に誕生したロシア政府が日ソ共同宣言を破棄はしていませんなので3番が×ですそうすると答えは4番になってきます北方四島はソ連、ロシアによる実効支配が続いている日本政府は日本がサンフランシスコ平和条約において放棄した南カラフトと千島列島には北方四島は含まれていないことから北方四島の返還を求めていると。 その通りです。4番は合っています。なので、問2の答えは4番になりますよ、と。それでは問3です。河川部分、中国に関連して、次の文章は、サトシさんかな。サトシさんが中国の経済を分析したレポートの一部である。レポート中の CDEF に当てはまるものの組み合わせとして、適切なものを次の1から4で選んでください、と。CDEF のうち CDF には、 えっとお金、ま赤字黒字っていうのが入るんでねで E にはナフタアフタ、f t どちらも貿易協定とか貿易地域っていうのが入ってきますえそれではどんなレポートかというとこれねそしてそれに加えてこの2つの表がありますまなのでこのレポートと表を交互に見ながら当てはまるものを考えていくことにしましょう 表位置を見ると中国の2010年における輸出額の合計は2009年と比較して約31%増加しています一方輸入は約39%増加しており中国の貿易が急速に拡大していることが分かります2010年の貿易額をこの表の合計から計算すると何とかであることが分かりますと えっと二千十年の貿易額なのでそしてここに入る選択肢としては赤字か黒字かっていうのを言ってるんだよねそうやって見てあげると中国は輸出の合計が二千十年やろ二千十年からこっちやから輸出の合計が一五七七九三二ですそして輸入の合計が139482829ですそしたらこれは赤字になってる黒字になっているどっち 中国から見ると輸出の方が多いってことは輸入より輸出の方が多いってことは自分が売っている量の方が多い外国に売ってる量の方が多いってことやから儲かっているんやねなので黒字ですえここの数字を引き算した部分だけ黒字になるので一八三一ゼロ三百万ドルの黒字やねこれが答えになってきますえ同じようにして D も見てあげるとまた赤字か黒字かどっちかやね 日本に対しては何とかで台湾や韓国に対しても同じような関係にありますと日本に対してはと言っているので2010年で日本を見てあげるここです日本に対しては今回は輸入の方が多くなっているので自分が中国が買っている量の方が多いつまり赤字になっているんやねなので D については赤字になりますよと分かっていれば簡単やねそして次は E です E はどこかというとここから読んでこうか次に表2からアメリカから見た中国の存在感について考えてみました現在アメリカの最大の輸入相手国は中国ですアメリカは隣接するカナダとメキシコと何とかを形成していますが中国からの輸入額はカナダやメキシコからの輸入額を上回っていますとここの E に入るのはアメリカがカナダメキシコと結んでいるものです これは何になるかっていうとこれはね北米北アメリカのことなので北アメリカって言ったらカナダアメリカメキシコまあその地域やねその地域での自由貿易協定のことを言っているので「王」になりますそれじゃあアフタ「ASEAN アア自由貿易地域」っていうのはどこかっていうとこれ ASEAN ってどこかわかる ?ASEAN はこれは日本語にすると東南アジア諸国連合やねなのでこれは シンガポールとかマレーシアとかフィリピンとかインドネシアとかそういった東南アジアの地域の話になってきます東南アジア諸国連合です先ほど出てきたカンボジアも東南アジアやねなので E には O が入りますと最後 F まで確認するとアメリカの中国に対する2010年の貿易額をこの表から計算するとまた赤字黒字でねアメリカの 中国に対するやから、アメリカの中国に対する2010年の貿易企画なので、中国で、ここやね。ここを見てあげる。そうすると、アメリカの方が圧倒的に輸入しているんやね。となると、アメリカからすると輸入が多いってことは、これ、大赤字なので、最後の答えは赤字の方を選んであげる。えっと、順番に行くと、あえおくになってる2番が正解ね。 この問題は赤字黒字貿易の赤字黒字が計算できればできる問題になってました。